三好総山、総山貯文奇襲より、下着爪、松浦生山、甲子山より、下着爪、体大尺二十三寸と大型の説明である。下着爪とは、日本の伝承上における付き物の一種である。長野県をはじめとする中部地方に伝わっており、東海地方、関東地方南部、東北地方などの一部にも伝承がある。関東では、 千葉県や神奈川県を除いて、下着爪の伝承はないが、これは、関東が、お先の勢力圏だからと言われる。関に収まるほどの小型の生き物のようだが、普通はその使い手にしか姿は見えない。使い手は、下着爪の力で他人の過去を言い当てたり、未来を予言できたりの戦術が使えるととも、また、他人に災いを招かせる呪術を使えるともされた。伝承地方では、 家が栄えると、それは、くだつきの家だからと不名誉な噂を立てられることがあった。娘が嫁ぐたび、75匹の剣族を伴って、行くという言い伝えが、管や同型の妖怪について語られる。竹筒の中に入ってしまうほどの大きさなのでその名が、ある、または、おが管を二つ割りにしたようなのでそう呼ぶ、と解かれる。柳田国男は、管は、他の神が、 山を降ることの意味と捉えた。江戸期の随筆、甲子山では、図解に一点1点三尺と大きめに記してあるが、本文には、いたちほどの大きさで竹筒で持ち運びされるとも、記されている。創山著文奇襲にも差し絵があるが、顔は猫、身体は、川嘘に、毛は、ネズミ色で、大きさはリスほど、尻尾は太かったという例である。前案随筆の記述では、 イタチほどの大きさで、目が縦についている他はのギツネに同じだが、ただしけは、タスクソとして、モエビしたらザルなり、としている。他にも、二つカネずみほど、マッチ箱くらいの大きさ、様々な大きさの比喩がある。使い主が、懐などに飼っており、その集めた情報を耳元に囁くので、その使い手は、他人の過去や未来を言い当てることができるのだという、また、 使い主以外にその姿は見えないとも伝わる。イーズナ、お先と同一類とも説かれ、中部地方では、くだぎつね、東北では、イズナ、関東北部では、お先と呼び習わすことが多いとされる。イーズナは、新潟、中部地方、東北地方の霊能者や新州のイーズナ遣いなど、宗教的職能者が持っていて、通力を備え、やはり戦術などに使用される。しかし、 こうした予言などの善なる活動だけでなく、依頼者の憎むべき人間にイーズナを飛ばしてつけ、病気にさせるなどの悪なる活動をすると信じられている。イーズナはまた、イーズナ大権限の使いと解釈されることもある。よって術者は、イーズナ権限を信仰する行者の場合もあるが、必ずしもそうとは限らない。狐月の一種として語られることもあり、地方によって、下木狐を有するとされる家は、 管持ち、管や、管使い、管使用等と呼ばれて意味嫌われた。管狐ぎつねは、個人ではなく、家につくものとの伝承が多いが、お先などは、家の主人が意図しなくても勝手に行動するのに対し、管狐ぎつねの場合は、主人の使うという意図のもとに、管狐ぎつねが行動することが特徴と考えられている。管もお先もまたをが避けて太いが、島根の人子は、 尾が細くネズミの尻尾より短いのだという。クダギツネは主人の意思に応じて竹から品物を調達するため、クダギツネを飼う家は次第に裕福になると言われるが、はじめのうちは家が裕福になるものの、クダギツネは75匹にも増えるので、やがては食いつぶされて家が衰えるとも言われている。この75匹というのは、 管だちやお先餅ちのレッテルを貼られた家があまりに増えたため、それを説明するため、嫁入りのたびに75匹の県族を伴って家庭に入るという俗説が生まれたのだとされる。ありがとうございます。